よ。綱で邪魔をしないでくれ。この子だけは絶対守る。なぜ三人ともあろうあんたがそんなガキを命がけで守ろうとするの。この葉隠れ里を守るためよ。里を守るため。なぜならこの小さなガキはいずれ火影になるガキだからね。何をバカな世前事を。それに火影なんてクソよ。若いがやりゃしないわ。歴代のほかげたちは木の葉の里とそこに生きる者たちを守り、乱世を治め里を繁栄させるというその理想、その夢に命を懸けた。私も命を懸ける。バカめ、こんなガキ一人のために投げ出す命なら、それ相応にさっさと散れ。綱で。あ、さあ決着をつける。強さの術。刮目の大熱戦、天地揺るがす三人の力。始めましょうか。三人と呼ばれるのもこの限りだ。戦闘開始。痛いぞ。俺様は勝てると思ったよね。それそれ。絶死年さん。
なたは朽ちるのよ。行くよ、カッピュー。条件達成。何がおかしい。綱でお前に直してもらわずとも、私には一つだけ方法があるのよ。この腕を復活させる方法がね。なんだと。この葉は必ず潰してあげるわ。その時また会えるといいわね、我が同志。綱でジライア。それではまたいずれ。逃げたか。おかげやんの？なんだ、不満そうだの、ナルト。だって、三代目のじいちゃんと比べるとな、気性が荒くてわがままっぽくて、その上、金にルーズで陰険でバカだし、ちゃんとやっていけんのか、心配になってくるってばよ。よく言った。ずらかしな、ガキ。なんでこんなことになるのかの。こう見えてもこれから五代目になる私だ。ちんちくりんのガキ相手に本気もないな。ガキが来てバカにすんなってばよ。今はこんなんでも俺だっていつかはほかげになる。なんだってばよ。
男になりなよ。そして立派なホカゲにな。あ！さて、それじゃあ帰るか。この葉隠れの里に。